いよいよ最後の教科ですね英語の担当は増田先生ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします先生のキャッチコピーがナイスガイになりましたねそうですねボーイからガイにランクアップしましたね嬉しいことですねはい。<laughs> では解説も期待して進めてまいりましょうはい。まずは昨年度の出題構成からお願いしますはい。出題構成は過去数年変化がないので過去問を確認してもらっていれば問題ないでしょうはい 続いて年度別出題内容ですはい出題の内容に関してもまんべんなく全学年出題されているというのが特徴になります例えば中でも同名詞なんかは毎年問題として出題されているのでチェックが必要だと思います、うん、はい 中学三年生の内容に関しては新課程になってから高校の学習内容から降りてきたものが実はあるんですね、うん、この三つ現在官僚進行形私益動詞、そして家庭法この三つは特に入念に復習をしておいてくださいそれでは直前の学習ポイントを教えてください、はいはい、まず一点目ですが リスニングに関してです。リスニングはやや早めの音声を聞いて、その音声に重ねて音読練習をしてください。はい、その際にリンキングだとかっていう音声変化ですね。これを意識しながら練習することがとても大切です。頑張ってみてください。はい、はい。次に二つ目なんですが、語彙に関してです。幅単という単語リストは皆さんも見ていますよね。うん、この幅単の中で。しっかり学習をして、語彙力を身につけておいてください。三、はい、つ目ですが、重要構文やイディオム。 の学習も進めてくださいこれも羽ばたんの中に実は載っているんですね<ー>なのでこちらもしっかりチェックしながら羽ばたんで学習を進めてくださいはいそれではワンポイントアドバイスに参りましょう、はい、まず正常英作問題です並べ替えの問題ですねこれどのように解いていきますか、うん、もう私は忘れかけていますけれども、はい、こ公文を見つけるん いいですねありがとうございます見つられないけど <laughs>、はい、構文大事ですよね、はい、この中に選択肢に隠れている熟語だとか構文を探してあげてください組み合わせを作るイメージですねはい、はい、皆さんわかりましたかまずあの方ですがこちらは ABLE この単語がポイントになりますねこれを見た瞬間にあの前にある B と組み合わせて、うん、Be ABLE TO 何々できるという表現が思い浮かぶと思います、うん、次に E であれば forward という単語があるのでこれで look forward to という表現が思い浮かぶと思いますですから答えがあの方は you will be able to enjoy many events いが we are looking forward to seeing you となります組み合わせを考えることと空欄の前後に注目することこの二点を意識してほしいですもう今ね耳が喜びましたね、はい、<の>耳が喜んだはい、はい、このリスニングで聞こえてくるような音源に <laughs> <解>はい素晴らしいありがとうございます生徒さんたちもお喜びですね、はい、これを間近に聞てそうですかね、はい、そうであれば嬉しいです <laughs> 次は大問5番の適語補充問題になりますこれも難易度が上がっているので頑張って学習を進めたいところです答えですこのようになります The message is to stop global warming. A lot of rainforests are disappearing from the earth. ポイントとしては2点で社会的な用語がここ数年は出題されやすい傾向となっていますさらに文の中での正しい形ですね複数形単数形この辺りのこともしっかり意識して選べなければなりません例えば2の方であれば「あら o t らら」ってついているのでたくさんなので「Rainforest」ではなく「Forests」にしなければならないこういったところですね、はい、さらに続きいくと「many companies buy these things from developing countries」 これも Developing Countries 発展途上国複数ありますから<ー>複数形でなければならないですし、はい、I added picture of shaking hands 握手する握手するときには手は二ついりますよね,すね複数いりますねなので複数にしなければならないということで Hands to express a better world このようになりますはい、はい、では最後に先生からのメッセージです The future depends on what we do in the present インド建国の父マハトマガンディの言葉です あなたが今やっていることそれがあなたの未来を決定するこんな意味です皆さんは今日どんなことを頑張れましたかもちろん受験に向けてですよあなたが明日頑張ること皆さんが明日頑張ることに期待してはダメなんです今日今この瞬間にどんなことを頑張れたかその皆さんの塵のように積もっていく頑張りこそが皆さんを合格へと近づけますぜひこれからも頑張り続けてください応援しています 英語の解説は増田先生でしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました